奈良学園大学奈良文化女子短期大学部は奈良県奈良市中富ヶ丘3の15の1に本部を置いていた日本の私立大学である。1965年に設置され2019年に廃止された大学の略称は文丹。学校法人中華学園により1965年4月奈良県大和高田市東中127に 奈良文化女子短期大学として開学。2008年奈良市富ヶ岡に移転し、2014年に奈良学園大学奈良文化女子短期大学部に名称変更する。2018年度以降は学生募集を停止し、2019年3月に並行した。なお、短期大学の資源と人材は奈良学園大学人間教育学部に引き継がれ、 実質的には4年生大学への転換となっている。以下の学科が設置されていた。学科体制は最大で7学科と全国的にも学科数や学生数の多さを誇っていた。しかし学生数の減少やその他もろもろの事情などもあり、末期には幼児教育学科のみの単科単大に大幅縮小されていた。奈良学園大学奈良文化女子短期大学部は 幼児教育学科が設置されており、奈良文化幼稚園での教育実習が取り入れられていた。過去には一般教育科目として奈良文化論や県内の文化財を見学する臨地講義もあった。奈良学園大学奈良文化女子短期大学部に設置されている幼児教育学科では心の教育が重視されていた。2011年3月24日、 財団法人短期大学基準協会の第三者評価より適格認定を受けた。学科学科の変遷過去にあった専攻家取得資格について付属機関以下は奈良学園大学奈良文化女子短期大学部にて活動していたクラブ活動の一覧である。ありがとうございます。